兄上、今日まで本当にありがとう。この日が来ないことを願っていた。今生の別れだ、ホツマ。これがおぼろ一族の掟だ。何が掟よ。お前も分かっているはずだ。もはや二人は誰にも止められん。旅立つ者を静かに見送るのだ。来い。参ります。震災から30日目の東京です。臨海副都心に黄金の城が出現しています。あの黄金城の影響か、都内には式神があふれています。おぼろ一族の掌握完了しました。おぼろの当主もじきにここへ。これで我が復讐の呪術が完成する。まもなく目的地に着きます。近づきすぎると危険だ。俺はここで降りる。了解。おぼろ一族を滅ぼすだけでなく、その死体を操ると、仇は必ず。さすがおぼろの当主ね、アゲハ。たとえ死んでいるとはいえ、仲間を平気で切り捨てるなんて。拳様から聞いたわ。
おぼろの里が襲撃されたのは本当だったのね。おぼろを捨て抜け人になったお前には関係のない一族を殺されて何が当主よ。おぼろの仇は俺が取る。お前の助けなど必要ない。去る。兄上、来るな。おぼろ一族の当主となる男がそんな気弱でどうする。早く刀を、悪事記を。忘れるな。私の魂がお前と共にあることを。最後の一匹が来た。お前を殺せばおぼろは全滅。熊野神社にいる拳ももうじき死ぬ。師匠までも。この痛み、この苦しみ、お前にも味合わせてくれる。怒られるよ。元に戻そうよ。いやよ、これは私のものよ。まさか悪事記が目覚めたようね。目覚めた悪事記は白を求める。人の御霊は陽の魂と陰の白との二つから成り立っているの。白は人の汚れた感情、悪意や憎しみそのもの。悪事記は遠い昔から人々の汚れた白を食らってきた。食い足りなければ使い手の白まですする妖刀よ。あなたの命まで危なくなるわ。それは覚悟の上だ。式神。式神の白を吸って悪事記も収まったようね。早く師匠。まだ辛そうね。拳様は私が探すわ。アゲハか。ひどい怪我。不覚にもやられてしまった。
ホツマ、アゲハ、よく聞け。かつてヒルコは黄金城を使い関東大震災を引き起こした。陰陽の呪術でこの世を支配しようとしたのだ。しかし我らおぼろ一族に阻止され、この神社に封印されていた。何者かがその封印を解いたのだ。誰が封印を？それを調べようとここまで来たのだが、このざまよ。ホツマよ、この神社を守っていたウブスナ家の娘が連れ去られた。呪術の生贄にするつもりだ。娘が捕らえられている場所だ。ヒルコの企みを阻止するのだ。アゲハ、師匠を頼む。コブシ様。アゲハ、最後にお前に会えてよかった。コブシ様、こんなことになるなんて。大丈夫か？かかったね、私の罠に。これでおぼろ一族も終わりさ。本当にいい体だね。ヒルコ様の命令じゃなきゃ私の体と入れ替えるんだけどね。あんたの首を手土産にすりゃ褒美に腕の一本くらいもらえるかもね。ここは？気がついたか。その刀は悪敵では、あなたはおぼろ一族の。私はウブスナカガリ、ウブスナ家の血を引く者です。封印されたヒルコの魂を鎮める役目をしてまいりました。しかしヒルコはどこにいる？おぼろ一族に破壊された奴ら王をどこかで復元しているはずです。奴ら王？奴ら王はかつての関東大震災で死んだ人々の白を使った式神兵器。
そして奴らを起動するための生贄に私を。大丈夫か？さっきの忍びは？かつての仲間だ。一度殺され、呪符で操られていた。奴ら王が完成すれば、この世はヒルコに支配されます。それを防ぐには、お願いです。私を殺してください。俺の任務は、うぶつなヒルコの抹殺。お前を斬ることではない。君が今度の悪敵使いかい？君はどれほどの腕かな？がっかりさせないでくれよ。ヒルコの居場所が分かったわ。ヒルコと関係のある中富財閥、その工場で奴ら王を再建中よ。よく来たな、おぼろの若き当主よ。おぼろの忍びを殺し、操っていたのは貴様だな、うぶつなヒルコ。おぼろに破壊された奴らを、この娘を生贄に、今再び復活する。うぬに、この奴ら王が倒せるかな。かがり。礼を言わせてもらおうか。おぼろの当主よ、ヒルコ。ついに奴ら王の箔を取り込んだ。力がみなぎってくるわ。おぼろの忍びと式神の箔を吸い、悪敵も威力を増したようだな。しかしまだだ、まだ足りぬ。ヒルコ、貴様。どうした、おぼろの当主、こやつにはかなわぬか。
自分の兄が切れぬか、その血塗られた刀で勝負をつけたくば寛永寺に来い。早く逃げろ、ここは危険だ。あなたは？俺は自分の宿命にケリをつけに行く。アゲハ、なぜ邪魔をする？すべては森常を完全によみがえらせるため。ヒルコの封印を解いたのは私よ。追手とはいえ、私には森常を奪ったおぼろが許せなかった。あの決闘はまやかし、同志を決める儀式じゃない、悪敵の上を抑え込むための儀式だったのよ。そんなことのために森常が死ぬ必要があったの？だからおぼろを滅ぼしたのか。それは私は森常を救いたかっただけ。あの時森常が私を救ってくれたように、それがもうすぐ叶う。誰にも邪魔はさせない。アゲハ、アゲハ、刀から手を離すんだ。手が離れないの？モリツネ、何するの？おじいちゃんに聞いたことがある。人の魂を吸う刀があるって。このままじゃアゲハの魂が吸われてしまう。どうすればいいの？僕を切れ。そうすればお前は助かるんだ。いやよ、そんなことできない。僕はアゲハを助ける。やめて、温度が最悪の消毒し。ヒルコ、儀式は？森常は完全に蘇ったの？ああ、仕上げはまだだがな。兄上。これで仕上げが済んだな、バカな女よ。封印を解いた礼だ。愛する男の手で死ぬがいい。式神青水地に操られた人形に過ぎぬのよな。ヒルコ、貴様！
兄上。私の魂は悪敷の中に宿る。常にお前と共にあるのだ。アゲハは連れて行く。ヒルコを倒せ。ホツマ。北斗の精神呪法も完成した。これで黄金城に全ての箔が、全ての力が集まる。あとはあの男を待つのみ。全ては貴様のおかげよ。見よ、あの炎は貴様が通ってきた道。東京という腐った都市におぼろの忍びと式神を放つ。互いに争い、箔を喰らい、そして最後に貴様が生き残る。全ては貴様の手をおぼろの血で汚すために仕組んだこと。俺にわざと箔を集めさせたのか。さよ。この世は汚れに満ちている。この半世紀科学は進歩した。しかし人の心は進歩したのか。貧富の差は広がり、紛争は絶えず、むき出しの欲望が世界を覆い尽くしている。貴様が借り集めた無数の箔はその悪敷の中で一つになり、わしへの復讐心が理想的な純度の箔を生む。それを喰らえばわし自身が真の支配者となれる。言い残すことはそれだけか。兄を殺めたこの命、惜しければ貴様にくれてやる。だが一族の血に染まったこの刀で共に滅びよ、ヒルコ。